そうだ。ありがとう。誰かにこうしてお茶を振る舞うというのもいいものだな。夫、すまない。君をもてなすつもりが結局私自身が楽しんでしまっているな。君はくつろげているか。これは失礼した。すぐに用意しよう。君は変にかしこまらないでいてくれるから助かるよ。どうも私は近寄りがたい人間だと思われることが多いようでな。ん？菓子がもう残り少ないな。そろそろ家のものに頼んで。いや、次は、ああ、なんでもない。おかわりも入れてこよう。さて、もういい時間だ。そろそろ片付けるとしよう。時間が許すならまた誘わせてほしい。では部屋に戻ろう。君か、おかえり。ごきげんよう。お待ちしております。お待ちしておりました。ここが寺院によく似た施設、神社ですね。確かに茶道などとはまた違った神秘的で新たかな気配がいたします。ではこちらの様式にのっとりまして、まずは参拝をいたしましょう。このくらいでしょうか。何か問題がございましたか。ご利益という神秘のエネルギーは奉納した金額に比例すると聞いたのですが、ともあれ無事に納めさせていただきました。考えてみるとこの賽銭という仕組みは噴水のそれとよく似ておりますね。そこかしこに人々の幸福を叶えるスポットがある。素敵な土地にお住まいなのですね。あちらにたくさん結ばれている紙の帯はもしかして、やはり私の期待通りおみくじでございます。自らの運命をあえて紙切れ一枚に託し、そのリスク感を楽しむ遊戯と伺いましたが、なるほど、運命についてさまざまに書いてあるようですね。では一つ私も引いてみたいと存じます。全種類コンプリートするまで少々お待ちください。先ほどから気になっておりましたが、あちらにあるものは何なのでしょうか。これは確か、こちらが滑り台で、こちらがジャングルジム。誠の神前には形ばかりの厳かさなど不要。なんと寛大で本質に満ちた姿勢でしょう。でしたら早速。これは楽しみを得るにはまず同じだけ登らねばならぬ。世の摂理を無言にして教える奥深い遊具でございますね。私としたことが恐れ入りますが、正しい遊び方を伝授していただきたく存じます。こちらのジャングルジムから順番にお願いできますでしょうか。
出られません。これはバランスがなんと難しい。本日は今までの外出にも増して楽しゅうございました。私実は近頃思うのですが、私がこちらの世界を楽しく感じるのはただ新鮮な刺激があるからなのでしょうか。もしかすると私あなたにお供する時間が楽しいということなのかもしれません。ともあれ、まずは私どもの部屋に鉄棒など置いていただけないかと主に掛け合う所存でございます。よろしければまたいつかご一緒させていただきたく存じます。ではそろそろお開きといたしましょう。ですがその前に滑り台をワンモアお願いしたく、せっかくですので二人乗りなどいかがですか。イエーイ。依頼を受けて素晴らしい。そういえば、おかえり。いや、やっぱりワンピースの水着にした方が良かったかな。こういうセパレートのって見方によってはほとんど下着だし、おへそがスースーする。考えてみたら一人で水着選んだのってこれが初めてかも。でもワンピースのってそんなに種類ないみたいだったし、やっぱりゆかりちゃんにもう一回見立てしてもらおうかな。あ、でも私あんまり運動してないから真横に並ばれたら自信なくなりそう。あ、そうだ、あれ今朝届いたんだった。地下ネットさんで買ったウエストスッキリ低周波パッド。お値段の割にちゃんと効果あるってネットで評判だったし、行くまでに少しでも。お腹に巻いて電源どこかな。ちょっとこれいや、くすぐったどうしよう山岸、ちょっといいか。あ、霧城先輩出なきゃ。はーい、あの、今出ま出ますあ、いや、取り込み中か。いえ、別にそんな大した用じゃないんだ。その、気にせず続けてくれ。あ、先輩、これ、腹筋鍛えるって、そういうことなのっていうか、止めてー
屋久島の勝負どうも納得いかん。俺の会話力が順平あたりと大差ないだと、あんな本能の赴くままの喋りと一緒くたにあしらわれただと。あなたは自分の言動によって周囲に笑いを起こすことができますか。まあ確かに多くはないかもしれんが、そのくらいは俺だって。注意、笑わせることと笑われることは全く別のものです。人から話しかけられた時、正論や解決策ばかり答えようとしていませんか。口下手な男性によくある思考パターンです。空気を読んでください。否定できん。では異性の友達や後輩に話すつもりで行きつけのお店に誘ってみてください。笑顔とユーモアが大切です。いやいいところであった。グッジョブ。これからウミウシに寄って帰るんだが、一緒にどうだ。ユーモアか。ウミウシだけに、ウミウシ、ウミウシ、ウミウシ。もう理事長か俺は。やめだ。助かる。ロードワークの量を増やしたんで栄養も補強したくてな。そこで鉄分多く含むというレバーを用意したんだが、いつものように茹でるだけではさすがに味気ない。そこでレバニラ炒めを作りたいんだ。作り方は調べたんで手伝ってくれないか。頼もしいな。好物だったか。一応血抜きやらの下ごしらえはしておいた。あとはレバーに火を通し、ニラともやしを炒めれば完成らしい。うまいじゃないか。下ごしらえに手間をかけたのが良かったのかもしれん。ボクシングもゴングが鳴る前に勝敗は決まっているというが、それと同じだな。すまん。もちろんお前の腕前あってこそだ。俺も見習わなきゃならん。しかしトレーニングやらで覚える時間が、鉄鍋に重りをくくりつけてくればトレーニングも兼ねて一石二鳥か。なんか蒸すな。うげ、もう20日かよ。夏休みもうすぐ終わんじゃん。ってすることもねえけどさ、なんか特別な力とかあったところで世の中結構つまんねえな。ん？あの子、絵描いてんのか？似顔絵とか描く人？てんでもねえか。誰もいねえし。何描いてんだ？なんもねえだろう、こんなとこ。どいて。見えないでしょ。どいて。あ？ああ、悪い。なんかえぐい色使いっつうか。何？ああ、いや、なんでもねえんだ。悪い。すげえ格好。こんだけ暑いのに。しかもあのキモい絵。芸術は爆発ってやつ？まあ、いいか。ダメです。
ダメなものはダメであります。コロマルさんとネゴシエーション中です。コロマルさん単独でのお散歩を阻止しているのであります。本日は真田さんがお散歩に同行する約束でした。しかし帝国を過ぎたにもかかわらず真田さんは帰宅されていません。コロマルさんはすでに辛抱たまらないのであります。コロマルさんが言っております。リーダーに同行を願うだそうです。あなたは今暇でありますか？これは渡りに船であります。人ならざるペルソナ使い、ユニークな存在ではありますが、今はあなたの方に興味があります。こんばんは。そう恐れることはありません。今はまだその時ではないのですから、少し話をしましょう。来なさい。何を立ち尽くしているのですか？さて、あなたには聞きたいことがあります。ですが、人に問いを投げるのにこちらが黙したままなのもフェアではない。先に一つあなたの問いに答えましょう。何か質問は？愚者には見えない上着なのです。無論冗談ですが、我々ではなく私個人への興味をお持ちとは、これは相互理解への歩み寄りでしょうか？我々は本来あなた方に害意など持ち合わせていなかった。あなた方が影時間を消すなどと言わなければ不干渉でいられました。本当に不可解です。ペルソナの力は我々のみに許された何者にも変えがたいもののはずだ。その力を失うと分かっていながら、あなた方は影時間を消すことにこだわっている。今度はそちらが答える番だ。なぜです？シャドウによる犠牲のせいですか？それは本当にあなた自身で考えた結果ですか？この国では毎年5000人近くもが交通事故で命を落とします。けれど車をなくせとは誰も声を上げない。皆が分かっているからです。見ず知らずの他者の命より自らの利便性が重要である。ならば我々が力を手放す必要がどこに？メサイアコンプレックスをご存知ですか？あなたは間違った考えにとらわれている。得たものを手放してまで他者を救う義務など存在しません。自らを犠牲にして他者の救済を行うなど、人の身には過ぎた生き方です。あなたの戦う動機は一種の脅迫観念に過ぎない。流行って否定するのは自信のなさの裏返しですか？結論を急ぐ必要はありません。あなたはよく考えるべきだ。あなたは特別な能力、その中でも特異な力に選ばれた。まるで影時間の寵児だ。その寵愛を拒む必要が本当にあるのでしょうか？聞くべきことは以上です。今宵は新月、次の満月までは再考するだけの猶予もあるでしょう。それは先日の仮の分です。あなたの選択の一助になれば。それでは
またいずれ次にお会いするときは違う考えが聞けることを期待します。お帰りなさいであります。な、それは、いやいや、あれ、ねえコロちゃん見なかった？ブラッシングしてあげようと思ってたのに。てか、それ大丈夫なの？またか。時々表に出て気に当たっているようだ。なんだそういうこと。まあ日向ぼっこくらいなら平気じゃないですか。コロちゃん吠えたり噛んだり絶対しないですし。私もそう思っている。しかし管理者としての責任もある。あまり不自由は強いたくないが、見過ごすわけにもない。私も気づいたときは中に入れるようにしている。君たちも外でコロマルを見かけたらそうしてくれ。ほら中に入ろう。責任か。まあそりゃそっか。ペルソナ使えるって言ってもやっぱり犬だもんね。そこにおるんはコロマルか。覚えとらんか。看護師さんの将棋仲間じゃった。ほうかほうか。あったった。すまんが、ちいと休ませてもらえんかの。いやいや、ここでいいよ。だっかいセット、はあ、やる年並みにはかなんな。僕はここの子かい。ほいならお礼を言わせてちょうだい。ありがとうな、コロマルの家族になってくれて。神主さんの事故からいろいろあっての、実はな、コロマルを引き取ろういうもんもおったんよ。日立てのええ娘さんじゃ。コロマルもようなついとった。じゃけどコロマルは気づくと鳥居の前に戻りよる。何かは分からんけんど、やりたいことがあるように見えてな。それで誰も引き取れんようになってな。でもほうか、ここにおるいうことは何かを終えられたってことかの。
ほうかほうか、わしにはようわからんが、僕が知っとるんなら、コロマルも満足じゃろう。コロマルは自分の意志で居場所を決められる子じゃからの。ここにおるんもコロマルの意志なんじゃろう。この先も仲良うしてな。十分休憩できたし、ぼちぼちおいとましようか。いや、いっせっと。あー、いたたたたた。あー、すまんの。ありがたいことじゃ。さんはあなたに感謝しているようです。またよろしくとのことです。そろそろ入ろっか。もうすぐコロちゃんのご飯だし。今日は私がご飯担当です。コロマルさん、こうご期待であります。おかえりなさいであります。なるほどな。や。てめえのしつこさに呆きれんぜ。何度でも来るさ。俺は諦めが悪いんだ。何度来ようが同じだ。戻る気はねえ。実は面白い仲間が見つかったな。動物がペルソナを使う。あ？今なんつった？半年くらい前にシャドウ絡みで主人を亡くした犬だ。こいつがまた中堅でな。俺たちのところに来るまで原因の事故が起きた場所にずっと居座ってた。辛い思い出のある場所にわざわざな。あれ、真田さんがいる。誰と話してるんだろう。声かけちゃダメそうだな。一昨年の10月、俺たちの前でやはり一人の人が死んだ。あれからもう2年になるな。あの事件のこと、いつまで引きずっている気だ。駅前裏のたまり場、誰と親しいわけでもないのにいつもいるのはそのせいだ。関係ねえ。あれは俺がやったんだ。一度起きたことは消えねえ。てめえ勝手なけじめをつけたからって、そんなことでどうなる。何が戻る。ミキも、お前の妹の時とは違うんだ。シンジ、終わったんだよ。思い出したくねえ。もう二度と。2年前って、そんな。信じて。
性根性ど根性か。部活の友達と行こうって言ってたからこのテーマを選んだんだけどさ、二人で見るにはちょっと暑苦しいかも。なんか不安になってきた。ほら根性見せて、まだまだ限界超えれるよ。約束したでしょ、私を甲子園に連れて行くって。それにインターハイと国立競技場とオリンピックにも連れてってくれるって。おお。面白かった。いっぱい見たけどあっという間だったね。やっぱりこう気張らなきゃっていう時あるよね。まあ私の人生経験ぐらいじゃ大したこと言えないけどさ。あ、もう結構遅い時間だね。何本見たっけ。最初のが野球で、次が柔道で、次は軍隊もの、その後あ、砲丸投げか。この辺りからよく分かんなくなって、主人公が走るだけで感動して、あの夕日に向かって逆立ち100回のシーンなんて高級ものだったし、やっぱおかしいっつーの。はあ、なんかお腹減っちゃった。軽く食べて帰ろうよ。ありがとう。今日は紅茶に合うお菓子を作ろうと思う。といっても私は料理があまり得意ではなくてな。だから作るのはカルメ焼きだ。理科の実験でやらなかったか。そうか、それなら話が早い。では一緒にやろう。カルメ焼きは火加減が命だ。130度になる直前で加熱を中断し、手を動かさなくてはな。ではまずお玉にざらめよう。うん、懐かしい味だ。材料や手間はほんのわずかで、味も至って普通だが、私はこれが気に入っているんだ。何より自分の手で作れるのがいい。初めて見たとき、魔法のようだと感動したものだ。自分でもやってみたいと挑戦したが、何度も黒焦げにしてしまったな。文字通り、苦い思い出だ。悔しくて何度も練習したよ。今日はその成果が出せた。気に入ってもらえたかな。そう言ってもらえると、披露した甲斐があったというものだ。私の家では堅苦しい食事や茶会を催す機会も多かった。だが豪奢な品を誰かに用意させるばかりがもてなしではない気がしてな。こうして目の前で作れば話もできる。私という人間を理解してもらってこそ思いも伝わるというものだろう。私に足りなかったのはこういう部分なのかもしれないね。近寄りがたいと思われることを嘆く前にこちらが歩み寄る機会を。何気ない一杯の誘いからいろいろ気づくことがあるんだ。今日はありがとう。またこうして話でもさせてくれ。そうだ、一つ頼みがある。ザラメも重曹もまだ残っているから、もう少し作っておくのを手伝ってくれないか。カルメ焼きは日持ちする菓子だ。この機会に皆にも配ろうかと思ってな。
ってよ。よし。今日のテーマは飛剣格闘奥義大全か。なんだか暑苦しそうなラインナップだな。まあ行こうか。レッド3、貴様はもうとっくに限界のはず。なぜまだ立ち上がる？限界なんて超えるためにある。行くぞ、最終奥義高円寺烈火神拳。あんな技があるとは。手が発火していたぞ。そしてあのジャンプ力と身のこなし、まるで上から吊られているような。なるほど、ワイヤーアクションと呼ばれるのもうなずける、うん、だが見たところ特別なトレーニングを積んでいるようには見えなかったが、簡単に手の内は見せない。そこは秘剣というわけか。俺も修練が足りん。よし、帰りのモノレールは空気椅子だ。お帰りなさいであります。ねえ、よし、このドラマ毎回必ず予想外の展開入れてくるよね。ヒロインの親友が裏切ったとこまさかすぎてえって声出たし、一番信頼してた相手に裏切られるって自分がやられたらきついよね。あなたはさ、もしそうなったらどう思う？器大きすぎ。あなたらしいっちゃらしいけど、私はそういうの結構しんどいかな。裏切りとかじゃないけど、昔仲良かった子に急に避けられたりしたのを思い出して。もう始まるね。展開早いからちゃんと追っかけなきゃ。うっそ、そこで終わんの？もう毎度のことなんだけどさ、じらすのうますぎでしょ。ちゃんと見届けないと気が済まないから、また一緒に見よう。遅くなっちゃってね。そろそろ部屋戻ろっか。であります。Yeah.
ロー2人で映画ってのがちょい引っかかるけど、ヒーロー特集やっぱワクワクするよな。早く入ろうぜ。俺ポップコーンはキャラメル味。警察の無線を傍受した。5ブロック先の銀行で強盗事件発生だぜ相棒。まったくこの町の治安はどうなってんだか。仕方ない、飛んでいこう。おっと、ところでその銀行に美女はいるのか。俺さ、アメリカに生まれるべきだったよな。そしたら今頃こう美女をガーッと救ったりね、国をズバーッと救ったりね、わあすごいよ純平マンみたいなね。ああ惜しかったな、これ。帰った。私だ。すまない、少しいいか。おはよう。今夜また理事長がいらっしゃるそうだ。夜になったら4階の部屋に集合してくれ。じゃあ伝えたぞ。提言であります。忍者列伝ということは、今日の特集では大勢の忍者さんが登場するでありますか。忍者とは男のロマン、そう純平さんから聞いたであります。この兵器をばらまけばこの国は崩壊。部下がいない。どうだ。部下は全て眠らせた。インプットされている重要な情報を更新しました。つまり忍者とは最強の称号であります。最新の特殊装備に匹敵する力を生身で引き出す特務戦闘員、まさに鬼。資格なしであります。彼らほどの存在がなぜ廃れていったのでしょう。氷河期、インターネットの普及、謎は尽きないであります。今日はありがとうございました。かの有名な服部半蔵は個人名ではなく称号のようなものであるとも学びました。これからはあなたのことを忍者服部さんと呼ぶであります。ちょっとした冗談であります。全員いるみたいだね。さ、入って。失礼します。え、天田くん。まさか。いろいろ調べさせてもらった結果、彼にも十分な適性があると分かってね。早速仲間に加わってもらおうと思ってみんなに集まってもらったんだけど。待ってください理事長、彼はまだ初等科です。それに何かな。彼のペルソナ能力は確かだよ。鍛えれば十分戦力になりうる。そいつ自身がいいと言ったんですか。僕の方からお願いしたんです。僕にだってできることがあると思うし、それに僕になんで力が目覚めたのかようやく分かった気がするんです。とまあそういうことだからお願いさせてもらったんだ。足を引っ張らないように頑張ります。よろしくお願いします。こちらこそであります。はい、いろいろ教えてください。
まあいいんじゃないっすか。俺らもついてるわけだし、たまにゃきつい時もあっけど、やるからにゃ頑張れよ。はい。プレイステーション。